スタートしました内で3番、略奪愛少し遅れましたコーススタート14番、サンディフック切りました真ん中から7番ダノン・グラシアスまずこの馬が出るかそのうち6番のセイウン・オセアンそして14番、サンディフックと3頭が広がっていますその後に馬審査ここも横一線4番名、名ミ美空そして外からは9番のアウリン さらにこの間、5番のタイムフォーラブインコースは2番のスマイルミーティアそしてオースト13番、アクティブボス広がっています中段以下も差を詰めて1番のヨザクラフブキさらには10番のマイネル・カルドがいっていますちょっと9番のアウリンは後方に下がりましたあとは1番審査8番、タガノエスプレッソそして12番、波ノリゴリラインコース11番のギャルソンヌ3コーナーカーブ1頭遅れて3番のヤクダサイ後方です 600を切って34コーナー中間地点6番セイウン・オセアンわずかに先頭をまた並んでいった7番ダノン・グラシアス4コーナーカーブさらに外から14番サンディフック3頭広がっていますその後ろ13番アクティブオス外目の4番手インコース2番のスマイル・ミーティア直線コースへ入りましたこの馬群の中4番名勝美空さあ直線に向いて7番ダノン・グラシアスが今度は追い出されて先頭に変わる内は6番のセイウン・オセアン食い下がって200を切りました2頭の間2番のスマイル・ミーティア追ってきた10番のマイネル・カルドさらに 4番名イシオミソラ離れた外8番のタガのエスプレッソも追い込んでくるが7番ダノングラシアスゴール7番ダノングラシアス勝ちました